はいどうもこんにちはペンペンです。今回もドラゴンボールカードゲームフュージョンワールドやってみこうかなというふうに思います。はい、今回なんですけども正式リリースされたというところで、リーダーのご飯を使ってみようというところです。かなりね大会の方でも上位に入ってきてるというところなので、まあそのねリーダーを使ってみようというふうな感じです。はい、まあデッキの紹介する前に動きとしては重要になってくるのはこちらのねゴスのこの孫悟空が大事になってきます。まあこれを出して、ご飯のスキルを使うと、まあ無料でね、1万5000プラスしながら、マナーを貯められることができます。でこれが2体並ぶことによってマナーブーストねが可能になってくるというところです。まあそういった動きを、意識しつつ、戦っていくとかなり楽に、勝てると思います。くぞ。OK。 はい、発動してもらって2枚落としてもらいましょう。わー、ブロリーいっちゃったね。思います。で、本当はねこちらベジータとか18号とかかは、4積みしたいんですけど、まあ持ってないと SR ねなかなか当たらないってところあるので、まあこういった感じにしてます。まあこんな中途半端な形でも、強いので、もしよかったらね、組んでみていただければなというふうに思います。はい、デッキの方紹介していきます。リーダーは孫悟飯少年期、孫悟空4枚、少年期4枚、18号2枚、トランクス未来3枚、トランクス未来3枚、あ4枚、ベジータ1枚、孫悟空4枚、孫悟飯少年期が、何枚だった？4枚、ターレスが2枚、人造人間17号18号が2枚、孫悟飯少年期が2枚になってますね。はい、ベジータ王が4枚、ブロリーが4枚、あとは瞬間移動カメハメハ、ギガンティックミーティア、ビッグバンアタック、破壊の剛腕になっております。まあ、もしよかったらね、この動画見ていただいて、孫悟飯やってみていただければなというふうな感じです。それでは動画の方撮ってきたので見てください。どうぞ。やれるだけのことはやってみます。壊されたいのはどういう。はい、マッチング出しました。今回は孫悟飯使ってみようかなというふうに思います。頑張ります。今ご飯はね熱を見せてやろう、かなり強いというふうな噂のカードでありますけど、あやべ、公開しちゃった今キープしようと思ったのに、あまあいいや。まあさっきね孫悟空見えたんですけど、あの孫悟空をねうまく使って、いくというところですね。セルに瞬間移動するやつ、あれを使うことによってマナーブーストがかなり速くなるというところなので、まあその動きをね見せられればなというふうには思ってますけど、まあ相手はブロリー、まあさっきねブロリーとちょっと触ってたんですけど、まあご飯の方が強いなっていうふうに思いました。でまだ自分の編成はあれか、構築はそこまで完璧ではないんですけど、それでも強いなっていうところだったので、ラディス、珍しいのラディスで言ってんの。はい、ベジータ王、まあラディスでもアタックしてくんだろうね、しないか。まあ当たりどころ作んないためには、あアタックしてきた。はい、ラディス相手の珍しいね。次どうしようかな。ご飯、まあご飯2枚目来たんで、特に48強いやつとかもいないので、ターレスはちょっと解きましょう。はい、くぞ。まあマナをね、マナブーストのためも込めて持っといていい感じですね。お、守ってくるんだ。へえ、あそう、まあ18号出してもいいけどね。18号出すか。本当は貯めたいカードではあるんですけど。ああ、来たね。じゃあターレスいらないね。まあ相手がここでコンボかましてくるなら、
ね、リソース聞いてくれるってことなのでうまいんでね、特に問題はないかなと。はい、コンボしましたね。まあ OK しましょう。はい、まあ次3コスのこいつからこれって動けるので、まあ今2コス切っといた方がマナカーブ的にもうまいっていうところだったのでね、まあやったんですけど、まあ5-1シフト、まあしっかりと持ってますよと。さあ相手ここに対して何するか。まあコンボで、まあ18号取ってこないでしょ。ああ取ってくんだ、へえ。じゃあちょっと嫌なので、まあ11の交換になるので、はい、これ打ちましょう。うん、いいです、いいです、これで。はい、結構相手コンボしますね。あ、ラディスでも取ってこようとするんだ。まあそれだったら別にね。あ、マジギガティックミーアも使ってくる。いや、そんな、まあ確かに大事なカードではあるけど。OK。えぐい仕事したな、今の18号。こんだけヘイト買ってくれてね。こんだけやってくれたら、御の字ですね。まあこれ持っとこうか、一応。で、トランクス青年期はいらないんで。まあここ取っときながら、はい、行くぞと。当たっときながら、行きましょう。まあ、ここは普通に取れてくる。で、マナブしていくと。で、ご飯、あ、悟空、出していきましょう。いいっすね。2枚目、いいね。あ、悪くはない。OK。まあ、次くらいから理想的な動きができてきそうですね。はい、ベジータ、行くぞ、どうぞ。ベジータ、まあこのクリティカル持ちのベジータでアタックしてくると、まあ特にそこは何もする必要ないので、はい、まあ、トランクスが消えてくる。で、ご飯引けますが、ここはトランクスいらないので、トランクス送って。で、フリップしよう。あ、ウェイ君。覚醒しましょう。いいっすね。よく怒らせたな。はい、ごめんなさい。で、しっかりと謝って、孫悟空出しましょう。で、あとは、ベジカスに、アタックしながらでいいかな。まあ、スキル使っちゃおうかな。デッキを回す意味合いも込めて。そうだね。ここのベジータ必ず取りたいなってところなので。はい、これでいいと思います。まあ、セルがいる、あ、孫悟空がいるおかげで、デメリットなく、バフをかけられるというね。はい、まあここはパスいいかな、はい、OK、ちょっとゆっくりですけど、まあ、そこまで問題ないので、まあ、ターレスが出てきた瞬間にビッグバンアタックで相手を、ね、取ってしまえばいいというところもありますし、3コス？ああはい、バラゴス、行くぞ。まあアタックしてくると、すごいな、
かなりアグレッシブだね。まあじゃあ守ろうか。はい、まあそこまでもう食らえないんでね。はい、でワンドローかまして、ご飯悟空来る。まあ悟空来ますけど、まあご飯送ってでいいかな。で、マナ送って、うわーブロリ行ったか。はい、で合計来ますけどいらなくて、まあここはアタックしましょう。いいね、はい。でスキル発動して、発動しましょうと。でマナが一気に加速されていく。オッケー。オッケー。これえぐいけどさ、勝った時になんかこのエフェクトになってほしいよね。今じゃないでしょう感あるよね。でこれでいいかな。はい、でターンエンドと。 OK、 さあターレス、まあそこに関しては特に怖くはないので。最高の気分だ。最高の気分だ。なるほど。パッパパッ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 。さあどうきますか。横に広げてきてますね。まあ一応これ持ってるんですけどね。がっこりいってもいいかなっていうところありますが、はい、相手はここに対してしっかりとコンボかましく。じゃあこのコンボちょっと嫌なのでいなそっか。かでもまあぶっちゃけ取られてもいいか。まあこれでいいね。はい、じゃあここはご飯で守ろう。はい、で、来たね、親子。ニコイチカメハメハ来たんですけど。あー、ごめん、ニコイチカメハメハ、持っとってもよかったかもね。まあ、いいか。はい、ニコイチカメハメハ出して。で、これもいらないので捨てちまって、あとはアタックと。でドローかましてスキルで今だ。あべ、これあべ、あれやっちゃった。ごめん、今動けるやつやっちゃった。ごめん、
光ってたからあれにしちゃった。あるよね。でもすがっけで、アタックとか。ブローリーはあれかな、ブローリーは2枚落ちちゃってんね。じゃあ特に悟空いらないんで、はい、ラディッツラビュー。まあご飯少年期出してこっちですね。で終了と。 OK、 さあ相手ブローリー出したとしても、あ、ブローリーいない。え、ブローリーいない。マジか。はい、な、珍しいカードあるな。行くぞ。どうしようかな。ギガンティックミーアで守ってもいいけどね。まあいいか。はい、まあここは守りましょう。スパコン1枚でいいんで。はい。で、お、いいね。じゃあターレス出しつつ、あ、違う違う、フェーズエンドしてターレス出して、まあ何でもいいんですけど、はい、7コスにしまして、スキル発動で、ビッグバンアタックでこいつを縛っていくと。はい、で、あとはターレスでクリティカー。まあこれ乗っけちゃおうか。もうリソースは引かせないよと。この2枚でコンボ出すのはきついからね。スパコンだけでも4万5千、うん、5万5千だから。はい、であとは行くぞ。でギャンティックミア、いいね。ね、ご飯でバフ乗っけちまって3万5千、アタックと。まあまだ盤面にはね2体攻撃できるのもいいし。 OK、 ズイズイ。